はい、皆さんこんにちは。日本橋ゆかり3代目野永君雄です。今日はね、皆さん大好きな鶏肉ちゃんですね。ということは鶏の唐揚げですね。すごいんですよ、コメントが。唐揚げ野永さんの知りたいって。ご家庭でね、簡単にできる唐揚げの基本ですね。見てください、今日食材これだけです。白だしにめんつゆにマヨネーズ、鶏肉の旨味をこう最大限に引き出したシンプルな唐揚げなんで、お好みで、いや俺は生姜入れたいとか、ニンニクガツンと効いてるって方はお好みでちょこっとずつ入れてください。はい、じゃあ早速ね、作っていきたいと思います。今日は鶏のね、もも肉ポイントあります。こう必ずね、皮を下にしてちょっと触っていただくと、たまにこう軟骨がこう硬いのがあったりしたら、こうスーッとすくってちょっと取り投げる。ああ、これこれ、こう硬いね、軟骨があったら持ち上げて押して引く。繊維がこう縦に入ってますんでね、縦にだいたいスーッと皮下にすると、ほらすぐ切れる。だいたい4等分ぐらい。この後衣がついてね、揚げますのでね、膨らむことを考えて、だいたいまずは縦に4等分かな、一口サイズぐらいかな。といってもね、揚がった時に大きくなりますからね。はい、4つに切ったら、だいたい大きさを見ていただいて、3から4等分ぐらいかな。今日だったらこのぐらいだったら、こう押して引いて押して引いて、はい、3等分ぐらい容器に入れてきます。今日は混ぜやすいにボウルですね。これ皮こう切ろうか、こう切って、これちょっと大きいかな、半分切っちゃうかな。はい、これ4等分。今日使う調味料です。めんつゆ、はい、あとは白だしです。普通あの酒、醤油、みりんとかありますけど、白だしだったらね、常備菜で置いとくとすごく便利ですね。白だしとめんつゆを小さじ1杯ずつ。そこに今日はマヨネーズ。これマヨネーズって何でできてるか知ってます？卵黄にお酢、油です。この油がカリカリに揚げるね、効果があります。卵黄がね、コクを出してくれます。そこにお酢が入ることによって、お酢ってね、食材を柔らかくする効果がある。で、ここでこうね、こう絡めて、見てください、こんなほらシャバシャバしてないでしょ。絶妙な量なんですよ。小さじ1のめんつゆと白だしだけと、大さじ1杯のマヨネーズだけで、ほらちょうどいい衣具合。すぐ揚げるよりも最低でも30分から6時間8時間、だから夜寝る前に下味をつけて朝揚げるというのが一番ね、理想です。なのでちょっとね、ラップします。冷蔵庫で最低でも30分かな。今日ね、30分前に漬けときました。ちょっと差し替えです。漬け込んだ方のが、鶏肉の中にね、白だし、めんつゆ、マヨネーズの旨味がぐーっと入りますので、鶏本来の旨味、ジューシーさを引き出すことができますので、僕は下味つけた方がいいと思います。ほら見てください、水分もそんなに吹いてないですよね。絶妙に白だしとめんつゆとマヨネーズを鶏肉が吸い込んでるので、すごくジューシーです。で、鶏本来の旨味を食べた時に、初め薄いかなと思うんですけど、後からお、美味しいじゃん、これシンプルでうまいよねっていう、ビールとかね、ハイボールが進んじゃいます。概要欄におすすめの動画がありますので、ぜひとも皆さん見てください。唐揚げって実は2種類ありますね。今日下味つけてますよね。ここにですね、片栗粉を入れて混ぜた衣と一緒に食べる唐揚げと、片栗粉をまぶしてね、はたいて揚げる唐揚げと2種類あります。なので自分のお好みでね、どっちがいいかっていうのを選んでいただいて、こちらはこうやってね、大さじ1杯2杯、まず2杯ぐらい混ぜたら、まずね、ここで軽く混ぜていただきます。ここでほら、鶏肉から出てきた旨味成分とね、調味液とある程度混ざって、ほらなんか皆さんよく食べてるような衣ぐらいで、ここでもうちょっと3杯目、だからこれで調整していただいて、今日はね、300g の鶏肉でね、下味つけたので、ほらちょうどいいんじゃないの。ほら、そうしたらもうあと揚げるだけです。これがね、ここにあった調味液と混ざって衣に変身して、衣も美味しい。こういう時はね、揚げる時ちょっとね、皮がこうピローンって長かったら巻き込んじゃうんです、こうやって。それで向こう側、向こう側に揚げていきます。衣をまとわしてあります、向こうに。こっちの方が油がね、実は汚れないですね。はい、竜田揚げみたいにね、片栗粉をつけて揚げるとね、片栗粉が剥がれてね、油が汚れやすいので、お好みで片栗粉をまぶしてはたく方はね、竜田揚げみたいな感じですね。こちらは下味した調味液と粉をね、同化させて一緒に食べる感じですね。はい、おい、いいですね、音がいい。火加減は常に中火です。はい、触ると分かります、まだね、ちょっと柔らかく感じます。
これがねカリッとした感覚になってきます。この泡は何かって水分ですね。鶏肉が持ってる無駄な水分が抜けてる。たまにこう混ぜ混ぜ混ぜ、そうすればもう十分火が入ります。170度ぐらいですから、はい、色見てください。ほら美味しそうな色になってきた。見た目は多分普通の唐揚げに比べたら色薄いと思いますけど、食べた時に本当は鶏本来の旨味を感じます。でこちらの方が油が汚れないです。なぜかというと衣と調味液が混ざったんでこうくっついてるんですよね。よくある唐揚げ粉という一緒ですね。唐揚げ粉は粉に味がついてます。なので今日は最初に鶏肉に旨味を吸い込まして、鶏肉から出てきた旨味成分が粉と混ざって唐揚げ粉と同じような作業をしてくれてますね。なので衣も美味しくなる。はい、ほら美味しそうな色になってきた。で2度揚げしなくて大丈夫です。このぐらいの大きさでしたら音で分かります。だいたいね5分から6分揚げてこの色合いでしたらもう揚げて大丈夫ですね。ほら美味しそうでしょ。はい、パクッて食べられる大きさです。熱いうちにこした方がいいです。綺麗にねこすことができます。おー美味しそう。はい、完成です。はい、盛り付けしていきます。お口直しにトマト、美味しいトマト。はい、レタスたっぷりと、うん、カリッカリで美味しそう。唐揚げの完成です。いつもご覧になっていただきありがとうございます。僕の野永チャンネルもねありますので、よかったらねうちのチャンネルにも来てください。いただきます。いきますよ、音やばいぞこれ。うん、こんなに少ない調味料で鶏本来の旨味がじわっとじわっと噛んだ瞬間出てくる。これはね癖になるうまさだと思いますよ。またやっちゃいましたね、ヤバうま飯。タルタル鶏からマヨネーズとたくあんと混ぜたこうパンに挟んだレシピもありますから、そこでねリンクすると思いますね。これからねピクニックとか人が集まる時になんかおもてなし料理にもね抜群だと思います。私だったらこうするわああするわっていうのもねまだご意見いただいてもいいと思います。はい、あくまでも基本ですからね。酒醤油みりんとか入れるよりもほんと少ない調味料でこれだけねシンプルなものができるということを知っていただきたいということで、あえて分かりやすい今日ね唐揚げを作りました。多分家の冷蔵庫にありそうな調味料ですぐできると思います。ポイントはほんとマヨネーズです。この酸味がねあと引きますのでね、ぜひともねいろいろとチャレンジしていただきたいと思います。いつもクラッシュルご覧の方ありがとうございます。うちのお店はですね東京駅と日本橋の間ですね、ちょうど歩いて3分ぐらいです間にあります。ぜひねうちに来た方はねいつもクラッシュで見てますってお声かけてください。そうしたらねなんかいいサービスが出てくるかもしれません。